ま又日は、中国出身の女優、歌手。本名は、竜若根よしこ。身長は170センチメートル。血液型は B 型。国籍は米国。父の安庄公はフランス語学者。母の竜赤月麟は中国国家一級縁員の資格を持つ舞踊家。生後感もなく両親は別居し母に引き取られて育つ。9歳の時に、母と米国へ渡るが、 女優を志し14歳で帰国。著名な実業家、陳金比のマネジメントを受け、2003年のテレビドラマ、花の家族に出演し芸能界にデビューした。続いて、金伊佐原作の武教ドラマ、天竜八部の主要キャストにも抜擢された。2003年から2006年7月に卒業するまで、北京電英学院表演形本科に在籍。 演技の勉強を積む傍らで2003年に5月の恋で映画デビューし、2006年の武教ドラマ、神キャントモで主演を務めるなど、映画やテレビドラマの話題作品への出演が相次いだ。2006年9月から、米国のスタンフォード大学に在学。2007年、米国の大手芸能事務所、ウィリアム・モリス・エージェンシーと所属契約を結び、 ジャッキー・チェンとジェットリーが共演した2008年の米中合作映画ドラゴン・キングダムに出演しハリウッドデビューを飾った2009年6月米国から帰国その後は歴史映画コウウとビューホーホワイト・ベンジェンス早々暗殺三国志外伝、ファンタジーアクション映画ドラゴン4シリーズ韓国俳優村数本と共演した恋愛映画 第3の愛などに出演。2020年には、米国ディズニーの実写映画版、ムーランで主演している。日本では2005年6月から、衛星放送で放送が始まった武教ドラマ、天竜8部で注目されるようになり、8月に、ソニーミュージックレコーズと歌手として契約して話題になった。翌年7月に e ェイ名義で日本語版のシングル、真夜中のドアを発売して、歌手デビュー。 9月には日本語版のアルバム、オールマイワーズも発売した。また、同時期に中国語版のアルバム、リューマタ、日を中国をはじめアジア各地で発売した。中国本土での売り上げは60万枚。なお、日本において、テレビ出演やコンサート等は言っておらず、デビューアルバムのリリース以降日本での活動は、事実上休止状態となっている。 2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2009年タイトルは、放題現代の順2019年、香港の逃亡犯条例改正案をめぐる香港の抗議デモに関し、多くの中国の芸能人がデモに関しては、政府支持の声を上げ、リウ・イ・フェイが8月15日に、中国国営人民日報の、私は香港警察を支持する。あなたたちが皆、 私を攻撃しても構わないという投稿をシェアし、物議を醸した。これに反発した映画ファンは、ムーランのボイコット運動を呼びかけ、ボイカートミューレンのハッシュタグは、米国と香港のツイッターでトレンド入りした。ありがとうございます。